奇跡霊は、スズメメ赤霊科に分類される鳥類の一種。主に渓流などの水辺に生息する。体長20センチメートルほどで、白赤霊と同じか若干細めである。頭から肩、背にかけてが、灰色、上腹部が白色、下腹部が黄色で、多種と容易に見分けられる。カキは渓流沿いなどに好んで住み、セグロ赤霊。 白石霊とはおおむね住み分けている。積雪地に住む個体は冬になると団地へ移動する。陶器には市街地の水辺でも観察される。陶器は単独で、夏季はつがいで縄張り分散する。オスは特に縄張り意識が強く、同種及びセグロ石霊、白石霊と追いかけ回して縄張り争いをする様子もよく観察される。夜間は近隣の森などにトグロを取る。 白石霊に比べると人間に対する警戒心が強い。植生は動物食で日中は水辺を歩きながら水中や岩陰などに住む昆虫類やクモ類などを捕らえて食べる。また飛んでいる昆虫を捕まえるフライングキャッチをする様子も観察される。崖のくぼみ、枝の茂み、人家の軒下などに枯れ草や植物の根を使った皿状の巣を持ち、 一腹4から6個の卵を産む。放卵期間は12から14日で、主にメスが放卵する。ヒナは11から13日で巣立ちし、その後数日で親から独立する。白石霊や、セグロ石霊などの他の石霊類と同様、いつもオハを上下に振っているのが、特徴的である。地鳴きは、チチン、チチンで、白石霊に似るが、やや高め、非常時に鳴く。 また、縄張り宣伝のためか見晴らしの良い一箇所に30分以上とどまってさえずることがある。この場合数種の音素を組み合わせて長さにして3秒ほどの複雑な鳴き方をする。同一個体でも時々によって鳴き方が異なる。ユーラシア及びアフリカ中部から南部に分布する。日本では主に九州以北に分布し、流潮、または氷潮である。ありがとうございます。